今日なんですけどもね、お休みなので上田の素敵なスポットを一つお教えしようかなと、皆さんシェアアピしようかなというふうに思います。それがブックスブレッドアットコーヒーナボというところでですね、ここ何がと申しますと、古本屋にまあカフェがついてるような、なんかそういう感じなんで、平たく言えば代官山の蔦屋書店みたいなね、まあああいうイメージなんですよ。はい、見てください。こういう感じでちょっと庭テラスみたいなものもあってね、はい、見てね、わかる通り古民家というかね、昔の建物をそのまま再利用しているというような建物になってます。まあリノベーション物件といいますか、はい、なんかまあそういうようなノリなので、まあそこもね、またちょっとこう上田のね味というものをちょっと今日は、シェアハッピーしたいというふうに思います。ここマジイケてますよ、普通に。これは長野県上田市、上田市にこんなものがあるのかというような雰囲気です。いや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 、今出てきたんですけどもね、ちょっと着せずして、いい感じのね写真集買ってしまいましたね。トッド・ハイドという写真家の写真集を買ってしまいました。まあ中をお見せすることはしませんが、いやいいっすね、僕いいなと思いました。こういう本屋さん、うん、古本がメインですけど、なんかね、入ってたまたまね一角にこういうなんだろうな、写真家とかのこう画集みたいのがいっぱいねこうある、そういうコーナー、本棚コーナーがありまして、たまたまね、でおーっと思って立ち止まってこうペラペラ見てたら、おこれいいじゃんと思って、この写真の感じがねすごい好きでね、トッド・ハイド初めて知りましたけど、なかなかね好きな感じで、いくつか見たんですけど、あこれいいなと思ったんで買ってしまいました。8000くらいしましたけどまあいいやと思って。大事ですよね、だから こういうのがね大事だと思ったんですよ僕は。なんていうかね、今さもうネットで何でも調べられるし、ネットで情報収集するのは当たり前で、すごいそれ便利なんだけどさ、もうなんていうかな、自分の好きな自分に合った情報しか見なくなってきてるわけじゃないですかね、みんなそれぞれね、趣味も多様化し、多様化かつ細分化してさ、自分のその世界の情報しかアクセスしなくなってきてるようなね風潮あると思うんですけどね、僕だったらファッションなりなんなり。でもなんかこういう本屋さんとかって行くとさ、自分のなんていうか好み以外の情報も入ってくるわけじゃないですか、いろんな本があるから。なんかそういうとこに行くと、自分じゃないってか、なんか出会いがあるというかね、まさにこれなんてそうですよ。僕はこのねトッド・ハイドなんていう写真家の人一切知らなかった。でも入ってみておっと思ってペラペラめくったら、あいいじゃんと思って。これはまさしくアマゾンにはないですよね。アマゾンにはない、なんかそういう出会いが、こういうリアルの本屋さん書店にはねやっぱあるなと思って、だから大事だなと思いましたね。今なんかすごい買い物の仕方としてはさ、すごい便利でポチッとすれば何でも買えるんだけども、リアル書店とかリアル店舗の意義ってやっぱそういうところにありますよね。
あるなと思いました今日。でこれで僕もなんか一つ興味の幅が広がったわけじゃないですか。こうあこんな写真家がいるのかと、こういう感じは好きだと、そういうのすごい大事だなというふうに実感したんでね、皆さんもねリアル書店行ってみるといいと思います。新たな発見が絶対あると思うんで。ダメっすね、凝り固まってくるから。本当に自分に都合のいいものしか見なくなってくると、ダメですよね。まあなんかそれがね結局多分服屋とかも多分そうだろうなと思います。なんか自分の好きなジャンルがあるんだけど、それじゃないところの世界とか視野を広げるっていう意味においてね、やっぱセレクトショップとかまさにそうだよな。あ、こういうブランドのこういうアイテムもあるのかと、大事ですね。いい天気だな。気候堂というお茶屋さんがありまして、そこの抹茶ソフトです。うまっ。うまいんですよここは昔から。いいおやつですね。今日は天気もいいし、しかもこれ250円だから安くない。ここは上田市のですね、雲の町商店街でございます。まあいわゆるねシャッター商店街なんですよ。はい、だからね結構ね昔は賑わってたんですけどもね、今はやっぱりだいぶ淘汰が進んでしまったなという感じで、こうやって気候堂とかね、この通りにはまあ他にもなんか自慢焼きとかね、なんか上田名物のところはあるんですけど、でもね正直ねほとんどねやっぱね高齢化が進んできてて、もうじいさんばあさんがねずっとやってるみたいな、趣味半分で。まあでもなんかポコポコね新しいお店もできてきてるんですけど、でもまあ半分以上がそんな感じですわね。だいぶやっぱこのなんていうかな、地方の商店街って感じです。本当に寂れてしまったという。お茶屋さんなんですよ。お茶屋で、そのお茶屋さんが出してる、提供してる抹茶ソフトです。他にもほうじ茶ソフトなどもあります。この前通るとねいつもこのお茶のいい匂いがするんですよ。お茶をこういった、そういう匂いがします。
やー、いい気持ちのいい日だ。今日は肌が焼けそうですね。そろそろ日焼け止めの季節ですね。